じゃじゃん、リボルテック暖房、四つ葉と暖房店開催記念再生産ということで、この夏に再生産された暖房リボルテックでございます。僕ね、暖房ミニの方は持ってるんですけど、じゃじゃーん、あ、暖房ミニと比べないとね。はい、こちら暖房ミニでございますけども、こんなに大きさ違うの。はい、こちらにスイッチがついておりまして、これをピッと入れると光ります。目が光ります。首は取り外してですね、はい、このお兄ちゃんの首と、これなんて名前の人だっけ、名前忘れちゃったけど、このお兄ちゃんの首とつながります。頭を取った状態にもできます。あとはね、スタンドです。左足の方に穴が開いておりまして、よっ、スタンドで立てることができます。そういったスタンドとかはね、暖房ミニと基本的には作りは同じです。なんかここちょっと汚れてるの気になるな。顔がすげー汚れてるんですけど、見えますか？結構汚いんですよ。顔だけ交換してくんねえかな。やだなこれ。おい、新しい顔が焼けたぞ。ポーン、テレレレレレレレン、じゃじゃーん。今日の本題はこれでございます。じゃーん、チーロパワープラス暖房バージョンミニ。暖房ミニとはサイズが違います。あの暖房型の、超流行った暖房型のバッテリーのミニサイズバージョンです。この箱がよくできてますよね。ちゃんとここ目とか口とか穴開いてるんです。これ段ボール製でね、可愛く作ってありますね。でここはちゃんと顔が見えるようになってると。にゃーっと、これね、チーロさんから見本品をちょっと送っていただきました。はい、麻袋がついておりますね。いい感じに段ボールと程よくマッチするような小汚い感じの小汚い感じの麻袋です。で USB ケーブルですね。取扱説明書の方もね、暖房の質感に合わせたようないい感じの紙ですねこれね。まあ、こういったパッケージとかね、説明書にまでこだわってるのがよくわかりますね。でこのリボルテック暖房とぴったり合うサイズですね。お風呂沸いた。こちらのリボルテック暖房とぴったり合うサイズでございます。ただね、リボルテック暖房よりも厚みが薄いです。バッテリーの方が厚みが薄くなっております。本体側面に USB ポート2つありますね。こちらの方はインプットの USB です。この辺のね、注意書きもいいですよね。本家の暖房とはやや違うディティールになっております。はい、本体底面の方にはスペックについて書かれております。まあ、iPhone とかスマホとかもちろん対応してるんですけども、ちょっとこれご覧ください。 2.1A というのがあります。 2.1A ということはですよ、 iPad いけちゃうわけですね。お口をポチッと押すと目が光り始めて充電開始されます。この目の光はですね、残用量インジケーターにもなってて、残用量によって色が変わります。今日はちょっと朝からお出かけなんで、これポーチに入れて、お出かけしたいと思います。じゃあねー。